過去最大となる日経平均株価の暴落から2日が経ち現在も不安定な動きが続いています専門家は長期的に見て冷静に判断することが大切と話しています今朝日経平均株価は一時900円安となったんですけれどもその後2時間の間で1100円高まで上昇しましたそして現在11時時点では 500円を超えていますかなり値幅が激しくなっていますおととい日経平均株価が暴落し終値の下落幅は4400円台と過去最大を記録しました背景にはアメリカの景気後退への懸念と急速な円高などがあるといいます アメリカで決算発表を行われていて大手ハイテク株が市場予想に反してちょっと悪かったということに合わせてもう1つ雇用関係の指標が立ち続けに市場予想を下回る悪い指標が発表されたと景気後退が現実味を帯びてくるということでアメリカ株も,も少し下落したということになります。 一方、昨日は過去最大の上げ幅となり乱高下が続く株価県内経済への影響については為替が円高に触れたため輸出企業にとってはマイナスに働いていると指摘します為替含めて乱高下しているという状況は先々の計画だったり投資計画だったりが立てづらくなるという面からすると企業にとっては 好ましくないい状況だとは思いますしばらくは不安定な状況が続くと見られていますが、専門家は、新ニーサなどの投資について、長期的に見て判断することが大切と話していますインフレ経済がずっと続いてきたアメリカにおいても、10年に1度ぐらいはこの30、30%程度の下落というのは、 起こってきた、まあ、ただその後株価はまた上昇トレンドに戻っていくということがありますので、まあ、冷静に判断していただくということが大切だとは思います。